あのーおまあ、やっぱオファーすることって、うん、オファー・イズ・サイクリット・デューティーって言葉がありますけど、まあ、神,聖な神聖な義務、神聖な儀式って言いますけどこれってやっぱ一つの義務だと思うんですよ我らが、私たちがやっぱいいものをオファーするってことは。やっぱりローンチをすることによって栗原さん自身の、ね、人生だったり、まあ、私の人生もそうだけどこれを見てる人みんなの人生変わるわけじゃないですか。そこで商品が売れれば 自分のところに売り上げが入ってきて、自分の生活も良くなるし、自分の家族にもいろんなものを買ってあげられるようになるし、今まで迷惑をかけた人にお世話,お世話になった人に、ね、恩返しすることもできるし、自分の生活が変わるだけじゃなくて、ローンチをやることによって、クライアントさんが決心するわけじゃないですか、お金を払ってやっていこう、人生を変えていこうって形で。 そうすることによって今度はそのクライアントさんの人生を変えていくことができるわけですよね。でも、はい、ローンチしなかったらもしオファーしなかったらそのクライアントさんの人生を変えていくことができないわけですよ。だから我々はローンチし続けなきゃいけない私はローンチし続けなきゃいけないと思ってるんですよ。なんか池田,池田さんなんかしょっちゅう出てなんかしょっちゅうなんかあの頑張ってやってなんかすごくこうがめついんじゃないのみたいな思ってるるかもしれないけど違うんですよ。 これ私助けなきゃいけない人もたくさんいるからこれ私義務だと思っているんですそれをやることがミッションだからそれだって私がローンチを教えないとそれで救われそれによって救,われる救える人がたくさんいるわけですよ私がプロダクトローンチってこういうもんだよって形で無料でたくさん価値提供して多くの人がプロダクトローンチなんだろうって興味持ってもらってで私がライブローンチっていいんだよライブローンチで 1>, 1ヶ月で売り上げ上げてる人たくさんいるよって言ってじゃあ私もそれやろうって言ってそこでライブローンチをやる人が増えていってでその人がローンチをやっていけばその人の人生は変わっていくしその人がローンチでいい商品をオファーしてくれればその他の人の人生が変わっていくからでも私が怠って何にもやらなくて毎日毎日ねリラックスしてローンチのことを誰も教えなかったら本来助かるはずの人を助けることができないわけですよねだから私はローンチを教え続けるんです だから毎日発信し続けるんですよ。これはだから私は本当にこれってデューティー、義務だと思ってるんで自分は。だから私はローンチをしてほしいんですね。だからみんなにローンチをしないといけないって言ってるんですよ。それはそれによって助けられるべき人た、助けなければいけない人を助けることができるから。うん、そうなんですよね。